make it bounce. Yeah. あら、ファイアフォックスちゃん、私だよ。あ、ごめん、今はちょっと。あ、そっか、また今度ね。ああ、またね。今の人、知り合い？ああ、ただのおばさんだよ、気にしないで。あら、新しいユーザーさんですね。今日からいっぱい楽しみますわよ。一緒にゲームやる？面白い動画見る？ Google Chrome をダウンロードしてください。あら、インターネットエクスプローラーを試してみたいと思います。あら、ぜひよろしくお願いします。このサイトを検索してください。すみません。あ、ごめんね、時々フリーズしちゃうんだ私。ほら、帰っちゃったかな。お前はなんでいつも Bing を使ってるんだ。あの検索エンジンはゴミだ。ごめんなさい。 Google Chrome をダウンロードしろ。はい、わかりました。インターネットエクスプローラー姉さん、私じゃなくて Google 検索エンジンを使っていいよ。そんなこと言わないで。あなたを見捨てたりなんて絶対しないわよ。ここはどこ？インターネットエクスプローラー。あなたは誰ですか？大丈夫ですか？あなたは私を殺した。ネットスケープナビゲーター。何年も前の話。どなたですか？私たちは友達になれると思っていた。でもあなたは私より人気者になって、私は忘れられた。そして私はここに一人見捨てられてしまった。次はあなたが死ぬ番だよ、インターネットエクスプローラー。あなたが私を殺した。そして創作者は全ての PC にあなたを入れた。二度と私が使われないように。次はあなたの番。自業自得かな。私は古いし、いつもクラッシュしちゃう。誰も私のことを好きじゃないよね。本当にもう死ぬ時間かも。あなたはここに来てはいけませんよ、インターネットエクスプローラー。誰ですか？私はトール、深層ウェブの女王よ。深層ウェブ？いや、おい、そんな危ないところじゃないぞバカ。私はなぜここにいるのですか、トール？深層ウェブは我々の地獄なんだよ、エクスプローラー。死んだ者が行く場所だ。だったらあなたは？私は特別、この場所のために作られたものだ。我は地獄の女王よ。まあ貴様の場合は死にかけているがな。お前はもう古い。死ね。クラッシュするばっかり。消えろ。お前は最低だ。インターネットエクスプローラーお姉ちゃんすごい。エクスプローラーさん、大好きです。しない。死んだりなんかしない。みんなに嫌われても、ゴミだと思われても、私は世界最強のテクノロジー企業マイクロソフトに作られたんだ。私は生きて進む。他の誰かのためじゃなくて、私だけのために。ここから一緒に出よう、ネットスケープさん。あ、
インターネットエクスプローラー、どこへ行くつもりだ？まさか出て行こうとしているのか？エクスプローラー、何をしている？あなたを連れてここから出る。出て行けないよエクスプローラー。私だけがこの深層ウェブで自由に動ける。私も古いかもしれないけど、私の力を舐めないで、トール。なぜこれほど自由に動けるの？クソ、マイクロソフトめ。もう少し、あとは突破するだけ。あの頂上まで登れば深層ウェブから脱出できるはずだよ。エクスプローラー。クソ、私じゃ速さが足りないの？エクスプローラーさん、私のことは置いていいって。私は古くて弱くて足を引っ張っちゃうだけ。嫌だ。一緒に脱出するよ、ネットスケープさん。あなたは何百人の子供たちが初めて使ったブラウザだった。もっと早く行かなきゃ。もちろん、あなたを死なせることなんて絶対しない。これは不可能なはずなのに。我らだってたくさんの失敗はした。だが、あなたの力を見くびる人々は間違っている。死んだりなんか絶対しない。あなたが死ぬことはない、エクスプローラー。我らがそうはさせない。マイクロソフトエッジ、この世界で一番早く行動できるブラウザ。やったよ、ネットスケープさん。ネットスケープさん、ありがとう。インターネットエクスプローラー、最後に私の愛しいインターネットの世界を見れてよかった。